どうも皆さんこんにちは、就寝前の直江です。研究室から帰ってきて飯食って風呂入って、0時22分ということで、まあ就寝前なんですけども、以前ツイッターでこういう風なねツイートを僕いたしました。まあ何がしたいかっていうと、今日から3日間視聴者さんからいただいた食べ物の名前のものだけしか食べれません。視聴者の皆様、本当に、リプたくさんありがとうございました。企画をちょっと始める前に一つだけ愚痴を聞いてもらってもいいですか。まずこちらを見てみましょう。これは何ですか。ディズニーキャラクターか何かの名前ですか。食べられるんですか。ペヤングシリーズ制覇。企画違うよ。離乳食あら、おい、離乳食は西松屋じゃないのか。おい、リンゴのシーン、そこにたどり着くまでのその周りをもったいないでしょ。その食えねえし。キャロライナリーパー、キャメロティカカオ、研究室があるのガーナまで行かせないでお願いだから。はい、というわけでこういうものを除き、あとは手に入りにくいもの、そしてダムリのものは抜かしていただいて、このようにちょっとね駆使にいたしました。というわけで今日から3日の朝昼晩と計9回、この中からくじを引いて、これだけしか僕は食えません。もちろんその都度その都度引いたものしか食えません。さらに引いたものはどんどん除外していきます。で、飲み物と調味料は基本自由にしたいと思います。結構断食コースみたいのも入ってんだけど、まあ救済も結構入ってるんで、なかなかいいくじになったと思います。というわけで1回ちょっと試しに引いてみましょう。まあこうやってこうどっかこう見ながら1枚この中からね、じゃあこれにしました。はい、きなこ棒。そうですね、コメントがしづらいですね。朝の、7時17分ということで、あともうちょっとで、ね、もう学校に行かなくちゃいけませんが、おはようございます。早速朝ごはんを引いていきたいと思います。じゃあこれで、はいはい、みかんでございます。うん、これスーパーやってないわ。さあどういうこと、どうすればいい。みかんとりあえず頑張って調達しますね。なんとですね、奇跡的にみかんがうちにありました。こう今一人なんですけど、みんな来ると思うんで、早くそそくさ食べていきましょう。朝はやっぱみかん最高だわ。朝みかんは最高でしょ。なんつったってみかん、なんかね、妹もねこれ食ってて、なんかすげえ甘いっつってたんだよね。いただきます。どれぐらい甘いのか。あ、うん、デリシャス侍だわ。やばい、早くしないとみんな来ちゃう。何が辛いって、お菓子食えないの。お菓子さ、いつも食ってっから、それ食っちゃいけないの。食った瞬間にアウトなのよ。もうそこら辺気をつけていきたいと思います。窒息死するかと思ったみかんで。はい、というわけで朝飯は食いやりました。また昼に会いましょう。まあ、朝はね、こう、みかんと割といい感じだったんですけど、まあ僕はね、昼もちゃんと安定して食っていきたいなと思いますよ。まあね、セブンイレブンで買えればいいなと思って、こうやってまあ引くんですけども、まあ何がね、出るかっていうのはね、もうよく僕にはわかりません。はい、というわけでこれで、これはやだね、これ。というわけで、スーパー行ってきます。はい。ふざけてんな。なんか人いっぱいいるんで外で撮ろうと買ってきました。こちら麩です。麩な、これ麩だから。みんなさ、向き合ったことある？ちゃんと麩と向き合ったことある？俺初めてだよ。というわけでちょっと真剣に麩と向き合いたいと思います。あ、すんごい、もうどうしようもないくらいきめ細かくて、口の中の水分が全部追ってかれる。味がない。何これ。なんかツイッターの募集見てた時に、しっかりなんだそれみたいなとこ狙ってきてさ、うわ面白いな、でも引きたくねえなって思ったらさ、持ってんだな俺。ありがとう、うめえわ。口からなんか粉出るし。はい、だけどね、1日目の夜になりました。麩しか食ってないので、もう死んじゃいそうです。当てます、もう当てるから見ててください。もう本当にラーメン当ててやっから。いやー、ここでね、もうマジでちゃんと食える美味しいものを選んで豪華な夜を過ごしたいと思います。というわけで、じゃあ僕が選んだ、やつはこちら。うわうわ、やばい、やばっ。おー、マジで、うわ、落とした方アメリカンドッグやったんだけど、うわもうマジ終わった、もう無理だよ本当に。もうさ時刻はね、12時11分です。早速、晩ご飯のブッチョを食べていきましょう。ブッチョ
1日目を確認してみましょう。朝ごはんがみかん、昼にフ、そして夜はプッチョと。おー神よ、私がね何をしたというのですか。なぜ私がこのような地獄を味わわないといけないのでございましょうか。ちなみに晩ごはんはプッチョのなんかリンゴ味みたいなやつです。甘え、これ初恋ぐらい甘えわ。さあ甘酸っぱいか。もう正直今日は海苔よりきつかったっす。頼むよ、結構いいのも少しだけ入ってんだから。明日は炭水化物が食いたい。炭水化物、おやすみ。